僕のグレーター魂はお前たちなんかに絶対負けてないんだからね。すごいねすごいね。だったらどっちの思いが本物か分からせてやるよ。必殺天に冷却感スラムドッグドラゴン。リブラ頼む。これまでの僕たちの戦いを、僕たちの思いを。あれはやめよ。お前の必殺天魚はベイにかかる負担が大きすぎる。やめろ。もう少しだけ頑張って。必殺天魚リブラ、ラストジャッジメントインフェルノ。必殺天魚と必殺天魚の激突だ。リブラ、うおー、これはすごくないね。リブラの必殺天気がやはり無理だったか。ユウ、リブラさえ完全だったらお前なんかに。すっごいね、すっごい負け惜しみだね。まずは一勝。昨日あれだけ痛めつけてやったのに、のこのこと出てくるからだぜ。最初のバトルはエンソ選手の勝利。さあ日本代表、次のグレーダーは俺だ。おの、モサムレ、いえ、叩きは取るぜ。よし。二人目は角谷マサムネ選手だ。天童優選手の叩き打ちとばかりにユニコルノがレイキャンサーに襲いかかる。お前も返り討ちにしてやるよ、ユニコルノ。何、そんな攻撃は効かない。なぜなら俺は今怒りに燃えているからだ。ユウの分まで俺が倍返ししてやる。自然の怒り。すごいね。やったぜユウ。いいぞマサムラ。展開を五分に戻した。よしやった。これで両チーム一勝一敗。さあチームグレイシーズ2人目の選手は私よ。チームの高一ちゃん、サラングレイシー。お姉さんが可愛がってあげるゴーシュー。レイキャンサー135 SF バランスタイプね。いけまたぶれ。さあ静かな立ち上がり、お互いに相手の出方を伺っているのか。どうしたかかってこないのか。ならこっちから行くぜ。さあおいで。なんだあの余裕。嫌な予感がするわ。気をつけろマサムラ。行けユニコンの。レイキャンサー動かない。これはどういうつもりなのか。マサムネあんた。お、使い方誰かを思い出すな。使ってるのもキャンサーだしね。そうか、政宗はああいうせこい戦い方に免疫がないんだ。簡単にはまったな。バカ丸出し。セレン選手が指先一つで政宗選手を翻弄する。あれはまさに神の手だ。何が神の手だ。政宗、セレンの言うことに惑わされるな。よそ見をしている間に攻撃されている。何？そうだったのか？くそー！もう同じ手は食われて！ニコロ！くそー！あれー！え？そんな！見なきゃなんでもねー！バーカ！おい！何やってんだ！バトル中に目をつむるやつがあるか！決まったか！あれ？レイキャンサーは？だからそこよ！
え、そこ？うわ！だからそこよ。え、そこ？うわ！マサムネ選手が目をつぶってる間にレイキャンサー急降下攻撃でユニコルドを弾き飛ばした。あんな手に引っかかるか普通。マサムネのバカ。これでチームグレイシーズの2勝1敗だ。さあガンダンギャラクシー3人目は。よし俺か。もう我慢できねえ。俺が決す。いいんだ。俺に卑怯な手は効かないぜ。ペガサスで残り全員ぶっ飛ばしてやる。ゴーッカン。卑怯な手ね。私たちがただそれだけで決勝トーナメントまで勝ち上がってきたと思うの？何？それだけじゃ生き残れないのよ。見せてあげるわ、私の力を。数えきれない声、空に鳴り響く大空を越えてゆけ。流した涙を忘れはしないよ。一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから。歓声の中目を開き君を思う。流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく、oh yeah、決戦の笛が今空に鳴り響くさ。俺たちが最高のゲームにしよう。何度も何度でも夢を見てゆこう。それぞれが叶えていく大空を越えてゆけ。よし、行くぜ、ペガシス。卑怯な手がなんだ、勝ち抜き戦がなんだ。このまま最後の一人まで、俺とお前で一気にぶっちぎってやるぜ。って、なんだよこれ。突然スタジアムが回った。これがトルネードスタジアム？トルネードヘラクレオの力だと？面白い。こうなりゃとことんやってやら。次回、爆闘トルネード。